て、シューズ TV 第8回目でございますよ。本日はゲストに、俳優のしずやくんをお招きいたしました。よろしくお願いします。ありがとうございます。彼とは、六本木のエンターテイメントバーでちょっとつながって仲良くさせていただいております。ちなみにですね、しずやくんは、僕の PV にも出演してくださいました。あの時はありがとうございます。いえいえ、こちらこそお世話になりました。まあ俳優をやってて、でマジシャン、プロマジシャンをやってます。まあ2人でこうね、共通してるのはやっぱり人に何かを伝えたいとか、何かを表現したりするっていうことでは一緒なのかなとは、思いますけども、そんな中やっぱりいろんな感動を、まあ感動しましたって、感動を与えてくれてありがとうございますって言われたりとか、逆にこっちが感動させられたりっていうことはもう日常的にすごく多いことだと思うんですけども、ということで今回は俳優のしずやくんをお招きしまして、2人で感動する話をやりたいと思います。成人式だからって言って実家に久しぶりに帰ったんですよ。で実家に帰るとやっぱりもうみんな働いて、お金があって、家庭があってみたいな、車も2台目でとか、もう僕との生活の差があまりにも激しかったんですよ。でやっぱり、あ、もう俺売れないんだろうかとか、もうダメなんだろうかって、すっごい挫折感に襲われてたんですよ、その時に、20歳の時に。ちょっと壁にぶち当たってる時だったんでね。もうこっから俺はどうしたらいいんだと思って、もういっそのこと、もう辞めちゃって実家に帰っていって、就職して、他のみんなと同じような生活の方が俺は幸せなんじゃないかってすっごい思うようになりまして、その話をですね、たまたま僕のすっごい仲いい友達にボソッと小声で言ってしまったんですよ。なんかみんなはいいなって、なんか車もあるし、お金もすごいもらってるし、なんか俺との生活真逆じゃんみたいな、俺何しに東京に行っちゃったんだろうな、俺俳優っていう夢諦めた方がいいんじゃないかなって言った時に、その友達から言われた一言がすごい感動する言葉で、お前何言ってんだよと、お前が役者を目指して東京に行って俺たち応援してるんだよと、俺の友達の中で一人くらいバカな夢を追ってるやつがいなかったら、俺たちの楽しみは一個もなくなるじゃねえか。ああ素晴らしい。って言われた時に、あ、もう家族だけじゃないんだと思って、僕のテレビで見る姿を期待してるのは親だけじゃなくて、その周りの友達みんなが僕のことを応援してて楽しみに待ってるんだって思った時に、俺はたかだか15歳からやってただけで、もう挫折とかするとかそういうことを考えちゃいけないんだ、自分のためもそうだけれど、応援してる友達のためにも自分の夢に向かってひたすらね、まっすぐ突き進んでいかないといけないんだなって思って、そこから頑張った結果、しゅんさんが見に来ていただいた時の舞台で主役を。なるほど、あれが初主役。そうですね、もうそこの友達から言われた一言が僕のこの消えかかった心の炎に、なるほど、諦めかけたところで、はい、一気に火をつけてもらって。いい言葉だね。いつでも味方だよ。駐車場に車止めてるんですけど、で駐車場がすごい端っこの方で人気がないんですよね。でいつもちょっとトイレ近いから人気もないし、隅っこでいつも立ちションしてから乗るっていう、そもそもそういうルーティンがどこ行くにしても決まってて、でまあある日、よし今日も立ちションしようと思って正面しようとしたら、一輪の花が咲いてた。今までそんなんなかった、俺はもうそれを見て感動して、なるほどと、俺のおしっこが栄養になって
一輪の花が咲いてる、はい、しかもそれが黄色い花なんだよ、ね、皮肉にも黄色い花で、はい、俺はもうそれを見た瞬間、この世の中何一つ無駄なものなんてないんだと無駄だと思って流してたものがいつか綺麗に花を咲かせてくれる。犬が大好きで、ほう、動物の中で犬が一番好きなんですよね。ほう、で小学校の話なんですけど、僕がちょうど小学校3年生くらいの話から、で友達の家に遊びに行ってたんですよね、うん、おばあちゃんと2人で、で帰るってなって外に出た時に今までいなかった犬がいたんですよ。ほう、で野良犬みたいで首輪もなく、で毛がボサボサで、でずっと僕のことを見てるんですよ。でも僕犬が大好きだから、もう怖いものも何も考えずにすぐ犬のところに行ってなでなでしてお手ってやったら、お手をしてくれたんですよ、その野良犬が。野良犬なのによしよしってやって、そのままじゃあねって、でおばあちゃんの自転車の後ろに乗って家に帰ったら、なんか後ろの方からハッ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 ってなんか犬の鳴き声するんですよ。でチラッて振り返ったら、僕がお手した犬が家までついてきちゃったんですよね。僕がお手してよしよししたら、でもうずっと 2,3 日、僕の家の玄関の前にずっといて、ちょうどその時台風が来てたんですよ。僕すっごい覚えてるんですけど、その台風が来てる時もずっと玄関にいて、で玄関見たら、その玄関のところにお座りしてるんですよ。立派で、もうずっとこうもうベターじゃなくて、ちゃんとお座りしてて僕のこと待ってるんですよ、その犬が。で、ある時にもうおじいちゃんが見てられないと、嵐の中ね、玄関でずっとかわいそうだと、で家の中に入れてあげて、でなんかこう拭いてあげて、でドッグフードとかあげて、そしたらちょうどそのおばあちゃんのお姉さんいるんですけど、ちょっと犬が欲しいって言っていたんで、その時僕の家にも犬一匹飼ってたんですよ。だからこの野良犬をなんかそのおばあちゃんのお姉さんの方にあげようかなと思って、もう見つかりてもいなくて探したんですけど全然見つからなくて、でうちでも飼えないから、じゃあ飼ってみないって出ました。じゃあ飼うって話になって、で預けてからまあ会わなくなっちゃったんですけど、まあでも定期的に遊びに行って、で僕が行くと他の人には見せないくらい喜ぶんですよ、その犬がね。それである日にその体調が悪くなったっていう電話をもらって、ちょうど僕が中学校3年生くらいまで生きたのかな、その犬がいたんですけど、まあ結局亡くなってしまったんですよ、その病気のせいでね。でもその体調が悪いって話を聞いた時に、あ、そろそろ会いに行かなきゃって、なんか最後になるかもしれないから会いに行かなきゃって思って、まあ普通に床に入って寝たんですよ。でそうやってその犬のことを思って寝たら、夢の中にですね、その犬が出てきたんですよ。草原が広がったところで僕が一人でその犬がいて、ですっごい楽しくて、で楽しいその時間がこうプツリと終わったんですよ、朝目覚ましの音で。あ、もうちょっと遊びたかったと思って、で普通にリビングに行って朝ごはん食べながら、なんか夢にあの犬出てきたんだよねって笑いながら話してたら、なんかすっごいおばあちゃんとかおじいちゃんがシーンってなって、え、どうしたのって言ったら、いや泣くかもしれないから本当は黙っておいたんだけど、お前が寝てからな、夜に電話が来てあの犬亡くなっちゃったんだよって言われた時に、ああ最後にその旅立つ前に会いに来て僕と遊んで天国に行ったんだなって思った時に、もう僕学校に行けなかったですよね。もう悲しくなっちゃって。最後ね、最後、まあ、これまあマジでちょっとマジシャンやっててすごい感動したことなんですけども、まあマジックやってもう7年目かな、プロとして、プロとしての趣味入れたらもっと長いけど、まあありがたいことにいろんなところでやらせていただいて、でそのすごく印象に残ってる、まあ、老人ホーム、
まあ、やらせていただいて、うん、で当然マジックショーってもう3ヶ月ぐらい前からだいたいこう決まったりするんですよね。何月何日じゃあここでマジックショーお願いしますと、うん、で ありがたいことにこうコンスタントに仕事ってありますんで、はい、僕の中ではこう何月何日あ次これかみたいな、まあ、どちらかというとこうさらっとね、うん、準備をする感じなんですけども、でそこの老人ホームで、まあ、いつも通りマジックショーわーやって、うん、でマジックの中でバラを出して、うん、でそのバラじゃあ一番前にいたおばあちゃんよかったらプレゼントです言って、でありがとうございましたっつって控室戻って、はい、で一人の職員がコンコンって来て、しゅんさんありがとうございました、ね、しゅんさんお忙しいと思うんですけども、ちょっと一人おばあちゃんがどうしても喋りたいっていう方がいるんですけども、いいですか、うん、ああ全然どうぞどうぞっつって、でさっきバラをあげたおばあちゃんが車椅子にこう乗せられて来るわけですね、はい、おばあちゃん喋ってくれるってみたいなこと言われて、ああどうもおばあちゃんありがとうございましたっつって、でおばあちゃんもすごいこう震える手と震える声でもう今日はありがとうございましたと、実はですね私もう先がないんですと、はい、なんか病気で、で医者からもう余命を言われてて、それが先週なんですと、え？もう要は先週に、はい、もうそれぐらいにはもう死にますって言われてたですって、はい、で要はもう老人ホームのそういうなんか生活とかだから、うん、どっか遊びにも当然行けないし、うん、ただ老人ホームで入れたエンターテイメント、うん、マジシャンしゅんさん来ますよっていう3ヶ月前に決まってて、はい、もう私はそれが最後に見たいと思ってたんですと、うんはい、余命はその1週間前でも頑張って生きてそのマジックショーを最後に見たいって気持ちで私はこの何ヶ月か生きてきたんですと、はい、で当然まあ今ご覧の通り生きてこれましたと、本当に素敵なショーありがとうございましたと、これからもいっぱいいろんな人を感動させてあげてくださいって泣きながら手握られて言われて、いやもう本当もう鳥肌立って、はい、いやもう本当もうメンツもないがありがとうございます言うて、でね、たまたまそのバラ出したたった一本もそのおばあちゃんにあげれたし、もう本当に喜んで出てってくれて、でそっから多分、まあ、そういう連絡もないけど多分お亡くなりになられたと思うんだけども、まあ、僕にとっては、まあ、ありがたいことにほぼ毎日のようにやってるマジックでも見てるその人にとっては下手したら、まあ、そういう強い思いというか一生の思い出、あるいはもう本当にそれこそ死ぬ最後の思い出になるかもしれないっていう、いろんな思いがあるっていうのをやっぱ忘れちゃいけないなっていうのはその時すごい感じましたね。これちょっとごめん、あと1分ぐらいで終わる、ちょっともう1個の話していい、はい、この流れで1個ね、はい、今ちょっと思い出して、はい、とあるお店で、はい、マジックを見せるお店で2人の夫婦が入ってきて、はい、で奥さんの方がものすごい態度悪いの、なんかまあ、これこうやってやってんでしょ、とか、もうなんか、もうこれ見せて、とか、はい、もうなんかめちゃくちゃにしてこようとする奥さんで、だんだんイラ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 してきて、はい、で、もうなんだこの人はと、うん、ちょっと帰るぐらいちょっと思っちゃって、で、夫も夫で、ちょっとなんか協力的というか、はい、ね、そうだよね、ね、こうなってんだよね、みたいな感じで、で、ちょっともう本当切れそうな寸前ぐらいだったんだけど、抑えて、で奥さんがちょっとトイレ行ってくるんですよ、トイレ行ったんだよね、で夫がボソッと、いや悪いねって謝ってきて、本当申し訳ない、迷惑かけてると思ってるって、いやいやまあそのとんでもないですって言って、うん、でいや実はね嫁もう先がないんだよと、病気でもう嫁まで言われてて残りわずかの命で、でもう家に塞ぎ込んで出れなかったんだと、うん、でも俺が一生懸命残りの人生一緒に楽しもうよって言って、うん、説得して説得してやっと外出てくれたんだよと、うん、でもう死が怖いから自分でも何を言ってんだか分かってないんだよ、うん、普段あんなこと言うやつじゃない、でもあいつなりに一生懸命楽しもう、マジック見て楽しもうってあいつなりの努力だから許してやってくんねえかなって言われて、うん、もうそれ聞いた瞬間もう俺はなんて愚かな考えだったんだと、うん、人それぞれ楽しみ方違うじゃないかと、うん、もうほんとそれを聞いた瞬間もう一気にこう心が優しくというか、はい、なって、でトイレから奥さん戻ってきた時になんか対応も俺の中でやっぱ変わってきて、あ、うん、あそうなんですよっつって、はい、いやぐちゃぐちゃしないでくださいやめてくださいよ、はい、みたいな、うんうん、で
こっちの対応が変わったせいか、だんだん向こうもすごくこう見る態度が良くなってったんだよね。で最終的には本当に楽しかったです、ありがとうございますって帰っていったんだけど、で俺の中でなんであんなに急に態度変わったんだろうと思ったら、俺が変わったからなんだよ。なるほど、こっちが優しい気持ちになれたから向こうも態度が変わったって俺は思った。だから相手が嫌だなって思ったら、まずは自分が変わらないと相手は変わらないなと。背負って僕らはこれからも活躍していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。僕も頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。2人で2人で、今日のシューズ TV いつもと違ってちょっとすごいこうしっとりな、しっとりと、まあ、これは狙ってというか今日はもうしっとりいきましょうという回ですので、次回のシューズ TV もぜひ楽しんでいってください。ではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。